この CD は小冊子健康を呼び込む奇跡の言葉の中に載っている大宇宙エネルギー療法をできるようになった人が聞くための CD ですが、誰が聞いても良い内容なので、この度斉藤ひとりさんの著書運命は変えられるに付けさせていただくことになりました。では楽しんでお聞きください。はい、おはようございます。ただいまからですね、小冊子斉藤ひとり信じなくてもいいですよシリーズ1、健康を呼び込む奇跡の言葉っていうのに書いてある宇宙エネルギー療法についてのお話をします。当然信じなくてもいいですよシリーズですから、これを聞いて信じられない人は本当に信じなくて結構です。信じられる人だけとやっていきましょう。まず皆さんは、水晶をいただいたと思うんです。それでですね、宇宙エネルギー療法って何ですかって質問があるんです。一番多いのが気候とどう違うんですかっていう質問です。で、まず気候から説明します。気候と宇宙エネルギー療法との違いを説明します。気候というのはその人の持ってる気を相手にあげるんです。わかりますか？自分の気を相手に足りない人にあげるという療法です。昔山伏の人やなんかが山の峰やなんか歩いて、すごくエネルギーの高いとこを歩くと自分のエネルギーが高くなるんです。それで相手に、村に降りてきて相手をカジキ通してエネルギーを上げて帰ってくっていうやり方があって。だから気候って言うと中国から入ってきたように思うけど、日本でも遥か昔から同じことをしてるんです。で、今皆さんがやろうとしている宇宙エネルギー療法っていうのは、私からいただいた水晶と言葉を読むと宇宙からエネルギーが降りてくるようになってるんです。それでその降りてきたエネルギーを後ろにいる守護霊さんと、それからかかる人の守護霊さんが話し合って、このエネルギーどこに送ってくださいっていう形でエネルギーを送ります。だから自然にこう手が動きますから、で、これもやってみればわかります。もう皆さん、当然水晶もらうとき何回も練習してるから、これもわかると思います。言葉で言ってもわからなくても、やればわかります。だからそのことをまず覚えておいてください。それで、気候とエネルギー療法の違いもよく聞かれることなんですけれど、もう一つ問題があるんです。それはやってて全く何も感じない人がいっぱいいるんです。いっぱいでもないんですけど、います。手からエネルギーが出てるのがわかる人もいるけど、わからない人もいるんです。で、わからってもわからなくても同じだけ聞いてるんです。それから、私でできるでしょうか、私でできるでしょうかって何回も言う人がいるんだけど、そういう人我が強いと言うんです。私がっていう、先ほどから言ってるように、後ろの守護霊さん同士がやることなんです。だからあなたはただのパイプ役になってて、何も考えずに、後ろの守護霊さんが動かしてくれるように体をただ動かせばいいんです。それでエネルギーが出ていきますから、ただそのようにやればいいということです。それでですね、その時に、一人ずつね、何人も続けてやることもあるんだけど、そのたんびに紙はちゃんと読んでください。大宇宙エネルギー療法って書いてある紙がありますから、その紙を読んで相手に聞かせてください。それでやってください。ね、お願いしますよ。それからですね、もう一つこれも、皆さんすごい勘違いしてるんだけど、よく、うち、皆さんがやってるのは、無償の愛で無料でやってるんです。で、何か知らない人っていうのは、お金を取ってやってるところの方がすごく効いて、自分たちのものは気集めかみんなで遊び感覚でやってると思ってるんだけど、この世の中で一番すごい波動っていうのは、無償の愛なんです。で、どんなエネルギーよりも無償の愛が一番強いんです。ね。だから、最高のものをいただいてやってるんです。皆さん勘違いしちゃうのは、それはバッグでも1000円のバッグと50万のバッグなら、50万のバッグの方が素晴らしいと思うけど、それは人間が作ったものなんです。
神が作ったものは、この地球も神が作ったんです。太陽も作ったんです。だから太陽作ったから太陽大よこせとか、ね、この地球に住んでんだから地球大よこせとか、空気は神様が作ったから空気大よこせとか、神様って言わないんです。無償の愛で作ってくれてるんです。で、人間が作ったものは電気代も何も集金に来ますけど、そうではないんです。で、今下ろしてるのは神の最高の愛を下ろして相手にあげる。それをお役に立つ仕事をしようよっていうのがこのエネルギー療法だから、そのことを忘れないでください。それとですね、直してると、こういう三つのうちのどれか一つの現象が起きます。奇跡的に治る人、それからゆっくりゆっくり治る人、それから治らない人の三種類がいます。で、このエネルギー療法っていうのは何のためにやるかっていうと、病気が治った、心の病が治った、元気が出た。で、これは二次的なことなんです。で、一次的なこと、一番大切なことは何ですかっていうと、奇跡的に治ることによって、こんな力私にあるわけない。私には守護霊さんがついてるんだ。この人にも守護霊さんがついてるんだ。すごいことなんだ。で、本当にみんなには一人ずつ誰にでも守護霊さんがついてるんです。で、この守護霊さんっていうのが自分についてるって気がつかない人、俺そんなの知らねえよとかっていう人は守護霊さんは 3% ぐらいしか力出せないんです。ところが守護霊さんがいるんだっているって気がついている人は 50% ぐらいの力を出してくれるんです、守護霊さんが。それからその守護霊さんに感謝までし出してくると、80% から 100% の力を出して働いてくれるんです。だから世の中で成功してる人、成功してる人で守護霊さんの存在に気がついてない人はいないんです。例えばこういうこと言うんです。どうも俺何かに守られてるような気がしてしょうがないんだ。守護霊さんって言葉は使わなくても、いや、ご先祖様なんだかなんだか知んないけど、俺本当に守られてんだよ。で、こういう人がほとんどです。それから中には、そんなもん俺の努力だよって言ってる人もいるんです。で、そういう人は長続きしません。だからその、守護霊さんの力に気づいてる人は、本当に守護霊さんはよく働いてくれます。で、感謝までし出すと、さらによく働いてくれます。守ってくれるんです。だって、あなたを守護するためについてるのが守護霊さんだからね。わかりますよね。それでさっきの話になると、奇跡が起きて、お、すごいなぁ。そのことで自分に守護霊さんがいるのがわかる。直してもらった人にもわかります。それから何回も何回も5回来たとか10回目で治ったとか20回目で治った、これ無償の愛でただでやってることだから毎日楽しみでやってくださいね。1週間に1回しか来れない人だって1週間に1回やってあげてください。それから治らない方がいい人っていうのがいるんです。で、治らない方がいい人っていうのは治らないことが自分の霊格を上げる、魂のステージを上げるって人がいるんです。それは、人の病気見てると、あいつサボってんじゃねえかとか、そういう目でしか見れなかった人がいるんです。ところが自分が同じ病気になって、本当に動けなくなった時、これ、サボってんじゃないやと、こんなに痛かったのかとか、こんなに苦しかったのか、俺悪いことしたよ、あいつにっていう、そのことで魂が成長する人がいるの。だから、治らない方がいい人は治らないんです。ね。ただしですよ。ただし、あなたがそういうこと判断しちゃダメだよ。この人は治った方がいいんだとか、治んない方がいいんだと。あなたはやってくれって人が来たら、ね、無償の愛でただやってあげてください。ね。で、それだけでいいんです。わかりましたか？ね。で、やり方は教わってると思うから、その通りにやってください。ね。ああ、気候とはこう違うのか。私たちは最高のエネルギーを下ろしてもらってんだ。無償の愛ほど素晴らしいものはないんだ。ね。それから奇跡的に治る人、それも当然いる。ね。ゆっくり治る人もいる。治らない人がいて当然なんだ。ね。で、惜しみなく無償の愛を与える。で、ここまでわかりましたよね。
で、あとはその水晶とこの宇宙エネルギーの紙を使って、メッセージの聞き方。メッセージっていうのは、やってあげながら、この人に必要なメッセージがありますか？これも裏に紙に書いてありますから、その通りにやってください。で、あの紙を読んでやってください。その時、この人に必要なメッセージありますか？って聞くと、そのメッセージが出てきます。で、よく聞かれるのも、本当にそれがメッセージなのか、自分が思ったことなのか、わからないという人がいるんです。わかりますよね？そういう疑問が出るのはね。でも、明確にわかる方法があるんです。ともかく、愛があって優しい言葉なんです。シゴレイさんのメッセージって愛があるんです。それがつっけんどんなことが出たり、それは自分でもその時未熟だとね、無になりきれない時があるから、いろんなことを思っちゃうんです。で、メッセージっていうのはね、声で聞こえる時と字が出てくる時、愛とかいう字が出てきたり、それから思うことがある。ふわっと思うこと。で、それが何とも気持ちがいいんです。シゴレイさんから出た場合は。それで愛のある言葉なんです。愛があって美しい言葉、上品なんです。だからわかります。日頃自分の使ってるのと違います。それからこれをやってると、宇宙エネルギー療法をやってると、だんだん喋る言葉やなんかも、その人の日常の喋る言葉も丁寧になってくるんです。それからこれは皆さん言われるんだけど、宇宙エネルギーを下ろしてると女性はものすごく綺麗になってきます。それから男性も美しくなってきます。言葉も美しくなるし、顔立ちも美しくなります。で、おかしな話なんだけど、顔立ちが変わるんですかって言うけど、その人から出てるオーラが違うんです。で、オーラによって美しく見えてくるんです。だからこれもエネルギー療法をやることの楽しみの一つです。それからメッセージ、素晴らしいメッセージを聞き、相手に伝えることもすごい楽しみです。それからもう一つ、遠隔療法っていうのがあります。遠隔療法っていうのは、そばに来てお友達がやってっていうのも、あるんだけど、実はうちの親が青森にいて病気なのよ。で、そういう人もやってあげたいっていう、それは希望がすごく多いんです。で、そういう人もできますよ。身内とかお友達なら、お友達の誰々ちゃんに遠隔療法やりますからお願いしますって、これも遠隔療法のやり方っていうのに書いてありますから。で、その通りにやって、紙をちゃんと読んで、ね。で、一つのコツは、青森にいる人にエネルギーを送ると思っちゃダメなんです。その青森にいる人がブーッと目の前に来て、ここに寝てると思ってください。病人さんなら。ここにいつもなら座ってる、そういうふうにいつもと同じやり方で思って、目の前にいると思ってください。で、目の前にいる人と同じように落ち着いてやってください。そうすると目の前にいるのと同じ現象が起きます。この想念とかエネルギーっていうのは時間空間を超えちゃうんです。だからどんなに離れてても平気です。太平洋の真ん中に今船で航海してるって言っても大丈夫です。ね。ただ、全く知らない人、人から頼まれることがあるんです。うちのおじいちゃんやってよとかって言ったときは、青森県弘前市、なんとか町の誰々さんを今からやるから守護霊さんお願いしますと言って、ちゃんと住所とか言ってください。それで、目の前にいると思ってやると同じ効果が出ます。ね。だから、それはもう、なんていうの、頼まれて毎日やってる人とかいて、本当にこれは人に喜ばれるから、この遠隔のやり方を覚えるとすごくいいですよ。それとですね、次々と話しちゃってごめんなさいね。今日は教えることいっぱいありますから、仏壇。これ人にだけじゃなくて仏壇にやることもできるんです。で、仏壇が、エネルギー不足になっちゃう。ご先祖様がエネルギー不足になっちゃうってことがあるんです。そういう時、ちゃんと人にやるのと同じように仏壇に向かって、紙を読んで、エネルギー療法を仏壇に向かってやるんです。そうすると、仏壇にエネルギーが出てくるんです。で、そうすると、先祖もすごく楽だし、それから仏壇が明るくなってくると家の中のいざこざとかそういうのがなくなってくるんです。で、すごく
その家自体が明るくなります。それからお墓もそうなんです。お墓参りに行った時、今まで通りにね、手を合わせてていいですから。で、今まで通りにやってきたのと同じように、もう一つこのエネルギー療法をプラスしてあげて、ご先祖様に対してお墓に向かってエネルギー療法をやると、花粉がすごく上がるんです。だからこれはもうやってみるといいです。で、遠隔さっき教えましたよね。実は、うちのお墓、鹿児島なんですって人いるんです。そしたら、鹿児島のお墓をちゃんとイメージして、目の前にあるものとして、エネルギー療法をやると、お墓に遠隔もできます。で、これはやるとすごい効果があるから、やってみると、すごく楽しいし、ご先祖様もすごく喜びます。それとですね、こういうことをいっぱいやりますよね。エネルギー療法とかね。で、こういうことをやってる人の日頃のね、訓練みたいのがあるんです。人間性を高めるっていう訓練があるんです。修行の行があります。で、どんな修行ですかっていうと、感謝で生きる。感謝で生きる。こういうエネルギー療法で生きるのも感謝だなとか、ね。生まれてきたのも感謝だな。もういちいち言わなくていいですよ。だけど感謝の気持ちでね、当たり前だっていう言葉は感謝と正反対な。ね。お釈迦さんにお米食べられて感謝だなとか、ね。米代払ってんのが当たり前なんだっていうのが感謝と正反対なの。これが運勢一番悪くするんです。だから感謝っていうのと、まあ当たり前じゃん。ね。漁師さんが魚取ってきてくれて嬉しいなっていうのと、俺は魚代払ってんのが当たり前だろうって、この当たり前っていう言葉が運勢悪くするんです。旦那さんがお給料もらって帰ってくる。ね。そしたら、あなた、お給料ありがとうね。お給料日に、まあ、振り込みの場合もあるよね。それでも、お給料ありがとうね。っていうのか、ね。旦那さんなんだから、お給料の当たり前でしょっていう、この当たり前ぐらい、喧嘩を引き起こす、運勢悪くするものってないんです。旦那さんの奥さんがご飯作ってきた、女房が飯作るの当たり前だじゃないんです。ね、奥さんがご飯作ってきてありがとうねって。感謝してるよっていう、お互いのこの感謝なの。この感謝の気持ちで生きるということがすごく大切なの。ね。で、感謝で生きてるから天国言葉使うの。さっき言った当たり前じゃって地獄言葉だよ。ね。天国言葉ってついてるねとか嬉しい、楽しい、感謝してます。幸せありがとう、許します。言ってても聞いてても気分がいい。ね、ところが、地獄言葉ってついてない、不平、不満、愚痴、泣き言、誰かの悪口、文句、それからこれが心配なのって心配事、人を許せない。ね、言ってても苦しくなる。聞いてる人はものすごく苦しくなる。ね、毒が出るの、この言葉に。あの人の言葉毒あるよね、ってこと、本当に毒あるの。ね。だから家の中で毒撒き散らしたら、あちこちで毒撒き散らしたらダメだよ。ね。せっかくこういうね、エネルギー療法なんていいことしてるんだから、ちゃんと天国言葉使ってね。天国言葉多くしてよ。ね。で、万が一言っちゃったら、天国言葉ついてるついてるでもいいから、ね。感謝してます、感謝してますでもいいからね。何回か言って打ち消してください。それで、じゃあ、感謝で生きるとすると、感謝で生きると、感謝って思いじゃない。ね。そう、思うということに対しては行動が伴うの。で、修行の行ってのは行くって意味なの。わかる？行うっていうことなの。で、じゃあ感謝の人は何を行うんですかって言うと、これもものすごい簡単なことなんだけど、その簡単なことをやると、その人の運勢がものすごく良くなるんです。劇的に変わります、これは。だから、やってみてください。まずやってみて、聞かなかったらやめればいいんだよね。
だけど本当にこれ聞くからね、やってみてください。感謝の行っていうのがあります。で、日常のことなんですけど、感謝してる人間ってどんな風に生きるんだろう。そしたらたった一つ。今日は人に親切にしよう。親切にしようと思うことなんです。だから、今日はもしおばあさんが重い荷物持ってたら持ってやろうでも何でもいいんですよ。だけど、私もいつもそう思ってんだけど、年寄りの人が重い荷物持ってるっていうのはこのとこ5年ぐらい出会ってないんです。だけど、そのつもりで生きてると、ね、同僚やなんかがなんかちょっと困ってる、あ、俺できっからやってあげるよとか、親切にする。親切にするんだっていう気持ちで生きてる人間は、オーラが違うんです。ここの世界は本当にこう暗くてもう無明みたいなんです。明かりがないようなところなんです。でも天から見るとその人のところだけ光ってるんです。人に親切にしようっていう人はね。で、親切にするって他にほとんどの人って働きに行ってますよね、会社とか。ね、隠居しちゃってる人はもう人に親切だけで生きればいいんだよ。だけど働きに行ってる人、働きに行ってる人は、ね、エネルギー療法をやってるような人、精神的なことをやってるような人は、どういう気持ちで働くんですかって言ったら、奉仕の気持ちで働くの。奉仕の気持ちって何ですかって言ったら、ね、俺お給料もらったんだからこのぐらい働けばいいんだよって。そうじゃないんです。全力を挙げて、ね、本当に普通の人よりも、本当にこう、余分に笑顔で働いて、その分会社に奉仕してくるんだ。社会に奉仕してくるんだっていうぐらいのつもりで働くんです。ね。心は人に親切にしよう。仕事は人よりね、笑顔で働こう。この人が、うちの会社に来てくれてよかった。ね。この人がここにいてくれてよかった。この人がこの村に生まれてくれてよかった。そう思ったとき、人はものすごい幸せになるんです。宇宙のエネルギー、幸せのエネルギーがそこの人に集まるんです。で、成功とは、成功した人生というのはそういうのを言うんです。だから、よく政治家になることだとか金持ちになることだって、それはそれでいいんです。なりたければなれば。社長になることだって。ただ、社長になっても、社長業って孤独なんだよとかって言いながら一人でお酒飲んでたりするけど、誰も一緒に酒飲んでくれる人がいないんだよね。それって愛されてないんだよね。あなたがいたら最高だと思われてないんだよね。ね。で、そういうのを成功した人生とは言わないんです。どこにいようが、あなたがここに生まれたこと、あなたがここにいてくれたことが最高に幸せなんだって思ってもらえる生き方。だから、人に親切にしよう。この無償の愛の宇宙エネルギーも、人に親切にしようという、その気持ちの表れとしてやってくれると、本当にいいんです。人に親切にしよう。それから、会社に行ったら、ね。奉仕のつもりで働こう。奉仕のつもりでもちゃんとお給料くれるから。ね。でも奉仕のつもりで一生懸命働くんだ。ね。社長がお給料くれたとき、感謝で受け取るの。働いたから給料もらうの当たり前だって、地獄言葉とか地獄思いしちゃダメだよ。それより、社長ありがとうございます。ね。感謝してますって、この、まあ、感謝してますはよほど達人じゃないと言えないから、でもありがとうぐらい言えるよね。その気持ちでやることがすごく大切なんです。ね、それを修行だと思ってください。滝に打たれるのも修行だし、ね、寒いお寺でじーっと座って座禅組んでるのも修行なんです。だけど本当の修行というのは社会に出て日常を行うことなの。日常を行う修行ができなきゃダメなんだよ。ね。いくら滝に打たれてたって、ありがとうも言えなかったらどうしようもないんだよ。感謝してますも言えなきゃどうしようもないの。ね。私悟ったんですって言って、人に親切もできない悟りなんか最低だよ。わかるよね。だからそのことをしっかり思って、
で、そういうことをまたできる人っていうのは、このエネルギー療法も本当に効くようになってくるの。わかる？ね、お仏壇やってもいい、お墓やってもいい。ね、水晶いただいて、ね、私お守りのつもりで持ってんですって言うけど、人のために何かやって、ね、お仏壇でもいいし、お墓でもいいし、遠隔でもいいの。ね、もらったらそれでいいんですっていう、それはちょっと愛がないよ。今日一日人に親切にしよう。ね、大切な言葉ですよ。今日一日人に親切にしよう。そのつもりで生きて行いをしてください。で、今日一日人に親切にしようの中の一つとして、この宇宙エネルギー量を活用してください。以上です。はい、追伸です。ですね、皆さんにいろいろ教えようと思って一生懸命話してるうちに、内容が盛りだくさんになってしまったんで、これは100回聞きにしますから、皆さんぜひ100回聞いてください。時間はいくらかかっても構いませんけれど、できたら1ヶ月で100回聞くつもりで挑戦してみてください。よろしくお願いします。この CD は、大宇宙エネルギー療法とはという CD の次に聞くものです。なお、前の大宇宙エネルギー療法とはの CD は100回聞きですが、100回聞き終わってなくても、この CD を聞いて構いません。無償の愛でみんなを救いたいというボランティア宇宙エネルギー療法士を目指す人、全員のための CD です。楽しみながら何度もお聞きください。じゃあ、話し始めます。大宇宙エネルギー療法士っていう話をします。エネルギー療法ができる人をエネルギー療法士さんって呼んでるんですけど、できたら3つのことが説明できる人にしたいなっていうことなんです。なぜかというと、3ついるんです。総合的な話ね。だって要は幸せになってもらいたいんだよね、相手にね。自分も幸せになりたいんだよね。だとしたらこの3つのことを知ってないとできないんです。で、今日は3つの話します。今まではエネルギー療法を知らない人だからね、エネルギー療法を知りね、肥後霊さんがいることを知りでやってきたんだけどね、3つのことができないと幸せになれないよっていうことです。だから、話しますから聞いててくださいね。まず宇宙エネルギーを下ろすっていうのはみんなやってるよね。だからよく今日一日人に親切にしようとかね、人に気遣うってことだよね。気遣えるだけの余裕、お金だってお金なきゃ使えないよね。で、無理してね、人に気を使ったり人に親切にしたって補充しなかったらくたぶれちゃってしょうがないんだよね。だから相手がいる場合ね、相手の人に無償の愛を行うってこと自体が、それ自体がもう親切だからね。だから親切にしながら自分のところにも降りて相手にも行くんだよね。だから一番いいのは誰かやってあげれば一番いいんだよね。そしたら変な話、人にいくら親切にしてもくたぶれなくなったって言うんだよね、みんなね。ただ問題なのは、一人で住んでるとか、やる人がいないって人がいるんですよ。やらないとエネルギーがないままずっといるんだよね。だからそういう人って自分に下ろしてくださいって。で、自分に下ろして、人にやるように自分でこうやってやってやれば、同じように入るからね。そうすると自分が元気じゃない。で、自分が元気になればね、人に親切にしようが何しようがくたぶれないでしょ。だから自分にやってあげてくださいって。で、自分にやろうが人にやろうがやってればうまくなるの。ね。だから、下ろしてくださいねって。ね。で、これがないと何もできないの。エネルギー不足の人に何を教えても何もできないよ。行動ができないんだから。だから、よくうつ病ですとかいろんなこと言うけど、あれエネルギー不足なんだよ。
だってエネルギーが満ち溢れてる人がずっと家にいられないよ。だってエネルギーが満ちてる人は暗くいられないんだよ。電気の玉だってか、ね、電気が流れてきて輝いてたらオーラって大きくなっちゃうんだよ。だって人間だってエネルギーがいっぱいあるとオーラが大きいんだよ。でオーラが大きくて暗く頑張るってのはできない、できないんだよ。あれ頑張ってんだから、あれはあれなりでね。ね、だから自分に下ろす、人にやってあげられなかったら自分に下ろす、ね、仏壇にやる、それも親切だからね、愛だからね、お墓にやる、一番いけないのはやらないこと、ね、あの人にしていいことは自分にしてもいいんだよ、わかるかい。あのなんていうのかな、人をいじめちゃいけないのと同じように自分っていじめちゃいけないんだよ。よくあの人に優しく自分に厳しくって言うと、あのいけないんだよ。人に厳しくしちゃいけないのと同じように自分に厳しくちゃいけないんだよ。人にやって喜ばれることは自分にやっても喜ばれるんだよ、わかるよね。だからエネルギーをね、自分に下ろしたりね、人に下ろしたりしてくださいよっていうことね、はい、でまずこれが第一、何しろエネルギーがなきゃ何もできないから、はい、ね、わかるよね、はい、だからエネルギー療法士さんは自分にも下ろしたり人にもやってあげてくださいねっていうことです。それからね、実は霊のことがわからないと、あの幸せになれないんです。でこれは信じるとか信じないとかそういう話は抜きです。私は信じてると思って話しますから、うん、で守護霊さんがやってくれるってこと、守護霊さんがいるってことは守護霊という霊がいるんだよねで守護霊さんって立派な人なんだよ。で立派じゃない人はどこ行ってるんですかってことなんだよ、ね、で立派じゃない人が多いんだよ問題は、ね、この地球というところは天国からも電波が来る、地獄からも来るの、中間にあるの。でちょうどテレビ局で言うと、例えば、県境みたいなとこ行って、名古屋の放送も入るし大阪のも入るとかっていう場所があるじゃない、ああいうとこだと思ってればいいんだよ、ね、で人間の気持ちって実はどこにでも向くの。だから天国に向いて幸せだねとか美味しいねとかありがたいねとかって言ってると、あの野郎ね俺の試験ね見たくせに俺が見た時訴えやがってとかまあいろいろさ許せないことってあると思うんだよね小さいだけどと思っただけで気持ちは下向くんだよ。で実はこの時間なんだよ、俺が言いたいのは時間でね、下向いたかと思うと上向くんだよ、またね。そういえばあと何したら給料日だなとか何でもいいんだよ、なんかこう楽しくなること向いたりこうのべつ上向いたり下向いたりしてるんだよ。で下向くと地獄からのエネルギーが来るんだよ。簡単に言うとチャンネルをガチャガチャって合わせて NHK に合わせてるのとね、じゃあ第6チャンネルってガチャガチャって、もうガチャガチャってのねえけど今さ昔はこう12チャンネルとな下まで向いてたんだよ。でガチャガチャ回してたんだよ、ね、で今の人は分かんないだろうけど、要はチャンネルによって合わせるとそこの電波がいきなり来るんだよ、わかる。であの野郎気に入らないなとかそれを長く思っちゃうと電波が入ってきて、最初は電波なの、嫌な電波が来るんだよ。ところがそれを一定以上長い時間合わせておくと下の方から霊界に追っかってる浮遊霊とか、その次に自爆霊とか上がってくるんだよ。でその次になってくると魔王っていうのが上がってくるんだよ。魔王でその次に大魔王っていうのが上がってくるんだよ。で上がってくるんだよ。そうす、悪霊、それがな、なん、一つじゃないんだよ。だついてる人っていっぱいつくんだよ。わかる。そうするとね、内向的な人間には死んじゃえって始めるんだよ。お前なんか生きててもしょうがないからって。ね？それで、なんつうの、
こう外に向く、なんていうのかな、攻撃的な人間なんでしょ、うん、それには殺せ殺せって始める、うん、だから殺せって声が聞こえたっていう人いるだろ、うん、であれ本当に聞こえたんだよ、うん、よく知らない人はね精神を調べるんだよ、捕まえてから正常なんだよ、わかる、正常だから試験なんだから、異常だったら許されちゃうんだよ、試験になるってことは調べて調べてこの人正常ですってことなんだよ、で脳も調べるんだよ、で脳にも異常がないし精神にも異常がないんだよ、だから死刑になるんだよ。で異常がない人が言ってることって何ですかってことない、それ知らない人はね、要するに無実になりの罪、要するに無罪になりたいから言ってるって言うんだよ。で無罪になりたいなら最初からやんなきゃいいんだよね、だって恨みないんだからね、で無罪になりたくて言ってんじゃないんだよ、あいつだって死にたかったとかっていう話だから、嘘ついたってしょうがないんだよ、本当に聞こえるんだよ、本当に聞こえるの、耳元で聞こえるので、それって何ですかって言ったら魔王なんだよ。で魔王ってだって大したやつじゃないんだよ、元は生きてたやつなんだから、最初から魔王なんじゃないんだからな、うん、人間の出来の悪かったやつだから、これがくっつくんだよ、恨みつらみで生きてたやつが集まる場所があるんだよ、そこを地獄と呼んでるんだ、そこから這い上がってくるね。だけど自分の気持ちを天国の方に、天国言葉幸せだねとかって当ててると、今度は守護霊さんが来てくれる、指導霊さんが来てくれる、で天使が来てくれて大天使が来るんだよ、で何時間何日間上に向けてられるかの修行なんだよ。ね。でよく私は小さい時親に捨てられてとか、もうだから不幸でとかって言う人もいるんだよ。な、親に捨てられようがない、生まれたらこっちのもんなんだよ。ね。何を思うかはこっちの問題なんだよ。ね。親に捨てられたってこと、親っていうのは肉体的な親しかいないんだよ。わかる？魂は勝手に入ってくるんだよ。魂は不滅で死なないんだよ。死なないっていうことはどういうことですかっていうと、魂には先祖はいないんだよ。ずっとだもん。ずっとなんだから。で、魂の親っていうのは、神様の分け身ともらって、神様しかいないんだよ。だから神様、親はあんた捨てたかわかんないけど、神様は俺たちを捨てた覚えは一回もないんだよ。だから俺たちの前に仕分けるんだよ。花は咲くんだよ。空気はあるんだよ。ね。だから差別は全然してないんだよ。ね、斉藤さんだけ空気薄いとか、ね、そういうのはないんだよ。等しく同じ空気が吸えるんだよ。だからこれこそ神の恵みなんだよ。光がよくなる。ね、でそのことを気がつくじゃない。ね、だから人間っていうのは霊的な話だよ。霊的な話ですると死んだ時あんた社長になって偉いとか神様言ってくんないの？関係ないの？楽しく生きたか？幸せに生きたか？それから人に親切にできたか、この2点だけなの。幸せに生きればいいの。だからもうこういうことで自信失ったんですとか、ああいうことで失ったんです、いちいち失っちゃいけない、それで魂を下に向けちゃいけないんだよ。だから俺ももう学校でもう学校は行かない、0点は取る、でも先生なんか俺を傷つけようとしてどのぐらい努力したかもう俺から自信を奪おうとしてね、すごい努力したんだよ、でも全部ダメだね、下に向かないんだ俺の場合ね、天国に合わせたら絶対、そうするとどん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 この合わせる時間が長ければ長いほど来るものが大きいんだよ。でエネルギーも大きいし幸せの尺度も大きいんだよ。だから幸せ度っていうのは郵便配達してるようが何しようが天国にさ合わせてれば本当に幸せになっちゃうんだよ。でこれを下に向けちゃダメだよって、それを言いたいんだよね。下に向ければ向けるほどすごいのが上がってくるよと。だから変な霊に取り憑かれて被害者みたく思ってるけど、あんたが下に向けてんだよ。第3チャンネルでお化け映画やってるったって合わせなきゃいいんだよそれ。合わせたのあんたでしょってね。だからよく寝る前にね、変なこと考えちゃいけないよって、
第3チャンネルに合わせて寝たら、寝てたって第3チャンネルが流れてるよね。だ寝る前だと、起きてる時はいろいろ考えるんだよ、人間ってのは。振り子ずれるからいいよ、こんななってるだけで。ね、大したことない人生送ってんだよ、大体は。ところが寝る前に変なことを考えて寝ると、俺はもう、人の悪口かなんか言っちゃって寝ちゃってスッキリしたと思ってるけど、その地獄考えが夜中になって上がってくるうなされたりとか、何度か気分悪いんだけど、必ず寝る前に合わせたまま寝ちゃうんだよ。だからそれは危険だよって言ってんだよ。ね、だから寝る場合は、明日は人に親切にするぞとか、ね、いいことあるの、もう出ま、おいでね、寝ると、いい状態に合わせたまんま寝ると、ずっといい波動が来るんだよ。ね。だから、そのことを、だから自分は絶対この心の主心をね、天国からずらさないんだ。この気持ちなんだよ。ね。で、それだけで人は幸せになれるんで、だからその、うちが天国言葉を普及してるのも、だから今までバラバラにやってたんだよ。だけど今体系的にちゃんと話すと、エネルギーがなきゃ何もできないんだよ。ね。エネルギーを持って何をするんですかって言ったら、このエネルギーを持って、どんな嫌なことが起きようが何しようが、嫌なことがうんと起きたら、前世で俺は悪いことをしたんだと。ね、今前世、因果が消えてく、ああよかったと言って何があってもよかったの。ね、なんで転んじゃって嫌になっちゃうじゃなくて、ね、俺はついてる人間だから普通の人間なら骨折った上に頭ぶつけて血だらけになっちゃってんだけどとか、もう何でもいいから、その、ね、目的は心の針を下に入れないという訓練なの。で、これこそがまさに修行なの。わかる？で、明るく楽しくしてて、目の前に、今目の前に、俺だって今目の前にいる人のために一生懸命喋ってんだよ。ね？これが一つの親切。親切しかないんだよ。この世の中で人が一番しなきゃなんないことは親切な。で、エネルギーが切れちゃうとできないんだよ。で、自分が地獄に向いてるようなやつの親切って危ないからね。そういうやつに親切みたいなやつ一緒に取り憑かれる可能性があるから、ダメだよって。だから、お墓見ようが、仏壇見ようが、夜の恐れ山行こうが、自分の心さえ上に向いてる、天国に向いてる、ありがたいねとか親切だねとか、そう、天国思いしてる人間にはつかないんだよ。わかる？人は犯罪を犯せば捕まるよって。ね？で、犯罪を犯してないのに、俺はなんでこんなに、ね、運がねえんだって言うけど、あんたは心の犯罪を犯してんだよ。わかる？ここへ出てくるとき、幸せになるって出てきたの。ね？人に親切にするって出てきたの。天国からこっちへ生まれ変わるときに人に嫌がらせしてきますとか、そういうやつはいないんだよ。人に意地悪してきますとかって言って出してもらえないんだから。出してもらえないんです。とんでもない話だよ。だから、俺たちはもともと、ね？人に親切にし、楽しく生きるという修行なの。それをしに来てんだよ。わかる？ね、だから俺は悪いことしてないのにしてないのにって言うけど、いつもね、人のこと妬んだりとか、不平不満言ったり心配事ばっかり言ったりしてるよね。心の針が下向いてんだよって。で、あんた気がついてないけど、後ろにいっぱい人がいるよって。ね？その青い顔した人どなたですかって。やめなって、そういうの。天国考えにしたらいなくなっちゃうんだよって。ね？わかる？ね、特に一旦そういう悪い例つけちゃったような人って何回でもつけちゃう。なぜかとすぐつけちゃうんじゃないんだよ。自分がそのチャンネルに合わしちゃうの。私？わかるよね。だから合わしちゃダメだよって。エネルギーを下ろす。ね。で、パワーがついたら自分の気持ちを常に天国に合わしておくの。で、そのための天国言葉な。今まで天国言葉だけ教えてたから、なんでこれ言ってりゃいいんだかよくわかんなかったでしょ？ね。で、聞いてもわかんない人いっぱいいるの。だって霊の存在がいるとかいないとか言ってる人いるからね。うん。でもいるの。もう諦めて、いるんだからしょうがない。いるんだからしょうがない。それいなくなれありがたいけど、いるんだよ。見えないけど、風の菌だって結核菌だっていっぱい飛んでんだよ。目に見えるからいるとかいないとか言ってたら、そういうもんじゃないよ。ね。
え、親が子供を思う気持ちだって見えないけどあるだろ、うん、ね、人が誰かに恋した時に、ね、見えなくたってその気持ちってあるでしょ、うん、だから見えないからないんじゃないんだよ、見えなくたってあるものいっぱいあるよ。それでパワーを下ろす、人にあげる、それから霊のことね、針をしっかりね天国の方に合わせる、それも時間長さなんだよ、わかる。でほとんどの人は天国言葉にその時だけ打って、いつも振り子を振ってんだよ、しっかり上に上げてる、それを何日も持たせるか。うちの社長たちのすごいのは本当にね、何年も何年も合わせてられる。俺もそうなの、ずーっと合わせてんの、その間何にも、もういろんなことがあったの、うん、で俺なんか絶対できない、恐ろしくてできないでだって気分悪いもんな、いいこと一つもないんだよ、うん、で俺は上に上げてるのが大好きだって言いたいのね。それが俺の成功の秘訣だと思う、長く上げてるっていうこと。それから3つ目、今2つ話したけどこれ3つ目ね、あのパワーを下ろしました。でこれはパワーって木なんだよ。だけどこの宇宙のエネルギーのこの木はいるんだよ、いるのね、魂的にもいるんだよ、魂がこんなになっちゃうんだよ、要するに木がないと。だけど魂の乗り物である人間って体があるんだよ、この体は木では動かないんだよ、わかるかな。宇宙エネルギーってのは魂の栄養剤なんだよ。だけどこの体は違うんだよ、この体はタンパク質とかビタミン C とか、簡単に言うと食べ物食べないと生きられないんだよね。でその食べ物食べなきゃ死んじゃうんだよ。だけど食べ物のバランスが悪かったら病気にもなっちゃうんだよって。で体が病気なのに、あのなんていうのかな、気持ちを天国に向けてとかつってても、これも難しいんだよね。だからこう、まあ、病気になったぐらいで本当は避けちゃダメだよ。だけど一番言いたいことは何かというと、栄養をちゃんと取んないとダメだよって。だからうちの体が、会社が青印がいるんだよって言ってるの、いるのね。こういう話って言っていいんですか、エネルギー療法をやりながらね、青汁の話とかしてがいいんですかって、しなきゃダメなの。で相手が買うとか買わないとかじゃない、道理なの、この3つはいるの。でこの3つをちゃんと説明できる人ね。だって膝が痛いとか腰が痛いって、カルシウムが抜けちゃってたりコラーゲンが抜けてんだよね。だからちゃんと栄養は取らなきゃいけないんだよって言ってんの。間違ったこと言ってんじゃないんだよ。でこのぐらいのこと、この3つぐらいが分かってなかったら幸せになれないよ。車だってガソリン入れる走るんですよって言って、エンジンオイルとかいるんだよ。それなしで走っちゃうのは無茶なんだよって。だからこの3つって必要だよ。エネルギーを下ろし、無償の愛でやってあげるということも必要なのね。それから自分のこの針をしっかり天国に合わせる。で、向こうからいいエネルギーをいっぱいもらう。ね。それから大天使様が降りてくるような、それから指導霊の素晴らしい人が降りてくるようにするの。ね。人は困らないの。勝手に導いてってくる。努力で行ったやつってすっごいぶつかるの。ね。守護霊様がこうやって持ってってくれると、人ってあんまり夢持たない方がいいって話があるの。目標を持つと、目標ってあんたの目標だよねって。本当は後ろにいる指導霊さんが連れてってくれようとしてとか、もっといいとこだってことがいっぱいあるんだよ。本当なんだよ。だから今のちっちゃい自分の考え方で変な目標を立てて努力するより、この三つ、エネルギーを下ろして、ね、天国言葉を喋って、天国にいつも心を合わせてと、素晴らしいとこ連れてってくれるの。で、神様が連れてってくれた時って困らないの。うん。俺って人から前で話すの嫌だったの。でもその時期が来れば話してって言ってから、講演会でも何でもずっとやるけど、俺人の声も聞いたことないんだよ。それが話してったら平気で話せるの。
もう字も下手で書くの嫌だったの。でも逃げられなくようになったら、そう、俺らしい字を書けるようになって、みんな、で、要は困らせないの。あんたらしいことをしてくれるようになるの。それで、後ろの指導霊さんも散々字を書いてたような人が交代してついてくれるの。だから何回か練習するとできるようになるの。不思議なんだけど、本当にそうなの。ね。だから、体のことも必要なの。このうちの青印だろうが何だろうが、神のひらめきで作ってるもんな。だから、本当になんでこんなに効くもんができるんですかって。もういろんなとこが研究してるの。わからないの。うちの青印だけはわからないんだよ。なんでこの、分析までしてもわからないの。でも、あれも神の配慮なの。お医者さん行って調べてくださいっていうぐらい、あの、数値に出ちゃ変わっちゃうの。なんであんなもんができるんですかって言うと、それも、ね、ずーっとずっと天の方から、そういうことを知ってる人が降りてきてくれるの。じゃなかったらそんなもんできるわけないの。で、うちはだけなんでできるんですかって、この三つね、エネルギーを下ろし、ね、それから心の針をピシッと上に向けてると、自分の行く道へ連れてってくれるの。で、天が連れてった道は困らせないの。すべてが用意されてる。わかる？ね、栄養って大切なんだよ。それだけは分かってよ。あのね、魂のことばっかりかばってて、体もかまってあげてよ。一体なんだからね。大事な乗り物。大事な乗り物なんだよ。あの、自分の車ボロボロにさしといたり、汚くさしてて、ボロ車とかって言ってる人いるけど、罰当たるよ。自分の体って乗り物だからね。ね。分かってください。万が一人が死んだ時は、ね。お葬式行った時、心の中で、ね。誰々さんの今この乗り物が、ね。この乗り物は、生きてる時、誰々さんのためにすごく頑張った。ね、乗り物なんです。ね。一つのね、人間を乗せてくれる船みたいなの。で、この船は、ね、誰々さんのことをね、何年も乗せてきたあれだから、ね、手厚く葬ってください。で、魂は魂で成仏してもらうの。でも、この体も大切なの。で、分かってほしいのね。で、そのことが分かってるような人が、エネルギー療法士であって、おろせてやれるようになりましたって言ったら、それって、あの、三分の一しかできてないんだよって。三つはなきゃダメなんだよって。うん。わかるよね。で、三つやった方が楽しいよ。以上です。はい、追伸です。エネルギー療法をやってでもですね、あの、人間っていうのは寿命っていうのがありますからね。寿命だけはどうにもならないですよ。あの、人間ってね、生まれてくる前に寿命というのを決めてきます。あの、本当にあの、三つで死ぬって決めてきてる人もいるんです。いくつで死んでも寿の命で本当に寿命なんです。決めてきたことですから。で、これだけはどうしようもないんです。じゃあ、あの、エネルギー療法やってもそういう人には無駄ですかって、寿命の人には無駄ですかって言うと、そうじゃないんです。あの、寿命の人でも、あの、苦しまないんです。最後に全然苦しまないのと、それからみんながエネルギー療法をやってくれると、死んでからも、あの、迷うことがないんです。で、ちゃんと迷わず成仏して、いいとこ行けるから、すごくやることはすごくいいことです。それからもちろん、あの、亡くなった方でね、お葬式行ったりなんかしてでも、エネルギー療法をやってあげたりなんかすると、あの、すごくいいとこ行って成仏できるから、あの、やってみてください。以上です。はい、追伸です。今のね、宇宙エネルギー療法士っていう話ね、3つ話したと思うんだけど、大宇宙エネルギー療法士さんっていうのに自分がなりたいなっていう気があるんだとしたらね、このテープ100回聞いてください。で、人は100回聞くとできるんです。自分にできるかしらとかって思っちゃダメだよ。何回も何回も聞いてると当たり前なんだって気がするんです。いや、当たり前だと思った時は必ずやってるんだよ。で、脳がここで言ってることは当たり前じゃっていう気持ちになったらもう、あとは考えなくてもできてるの。
で、感心してるうちはできないってことだよ。このテープ聞いてすごいなとか思ってるうちはできないの。ところが何回も何回も聞いてると、脳がそうなっちゃうの。で、心もそうなっちゃうの。で、脳と心がそうなった時はそういう行動をしてるんです。で、できるかしらとか考えないで、100回聞いてくださいって言った時、100回聞けばいいんです。で、100回聞いてできるかしらとかいちいち考えちゃいけないんです。聞けばいいんです。で、なぜかできるんです。ね、できるかしらはあなたの我です。だから、我を捨てた方がいいよ。で、100回聞いてください。そしたら、本当にね、役立てる人間になってます。以上です。